い、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は確定申告提出する前にあなたの申告本当に合ってる？大丈夫？まだ間に合います。自分で確定申告をしている方、間違った処理をしていたりミスが多発してます。本日の動画で一緒にやりがちなミスを潰していきましょう。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をやっています。またビジネス書2冊出版しています。こちらすべて概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ一度ご覧になってください。それでは早速、皆さんやりがちなミスを順番に解説していきますので、一緒に勉強していきましょう。はい、それではちょっと待って、確定申告提出前に再確認ということで、しっかりと押さえていきましょう。本日の内容です。確定申告のよくあるミス。私もですね、様々な方の確定申告見てるんですけど、自分で確定申告を作成している自営業フリーランスの方、非常にミスが多いです。提出前に再度一度本日の動画ね、チェックをしてですね、確認をするようにしましょう。では、どういった項目を確認すればいいのか。一つ目、それって本当に経費なのか。二つ目、売上項目のミスは重大なミスになります。ここ、ありがちな売上に関するミス紹介します。三つ目、税金で経費になるもの、ならないものがあるんですけど、これも非常に多いミスです。そして最後、その他注意点として、よくある間違いミス、ピックアップしてますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。はい、本日の動画のゴールです。自分でする確定申告はですね、チェック機能がないです。これ皆さん自分でしたことをですね、第三者の立場から客観的に見てミスを見つけるっていうことはなかなか人間難しいことです。多分合ってるだろうと思いがちです。そして間違えているフリーランス、自営業の方、非常に多いのが現実です。そのため動画でですね、皆さんがミスしやすい、間違いやすい項目をピックアップして紹介していきますので、提出前に一度しっかりと押さえましょう。ではまず一つ目、それって本当に経費なのかという点からよくあるミスを紹介します。はい、それって本当に経費ということで、皆さん節税意識が高いためですね、経費になるべく計上したいという思いありませんでしょうか。こちらね、血眼になって経費を探すっていうことでレシートや領収書をね、かき集めるっていうようなね、自営業フリーランスの方多いかと思うんですけど、これどうして経費に計上したいかと言いますと、経費が多くなればですね、その分利益が圧縮されるので、ということは税金が少なくなるという仕組み、それが確定申告のからくりから、皆さん節税したいという思いで経費に計上したいという思いが溢れてきます。そして今言ったように、経費が多くなれば利益が少なくなるので税金が下がる、安くなるということになります。では経費に計上するルール、一体どういった決まりがあるのか、皆さんご存知でしょうか。実は経費に関する判断基準はこれ一つしかありません。こちらが経費のルールになります。皆さんここしっかりと押さえておきましょう。収入金額を得るために直接要した費用の額、これが経費として計上できる基準ルールになります。収入を得るために必要な支出ということですね。そして実は経費のルールというのはこの物差ししかないため、皆さんこれって経費にすればいいのかな、していいのかな、大丈夫なのかなという非常に迷う要因となっています。そして経費というのは人それぞれ違うんですよね。この方はこの場合経費にできるけど、この人にはできないというようなことが多発しますので、周りの情報を鵜呑みしない方がいいと思ってください。ですので収入金額、要は売上につながるかどうかということが非常に重要な判断ポイントになってきます。それでは早速、経費の中で一体どういったものがダメなのか見ていきましょう。例えば家族旅行、これ入れる人意外と多いんですけど、プライベートの経費になりますので家族旅行は絶対に入れないようにしてください。また多いのがですね、スーパーや薬局での買い物、こういったものもですね、実際レシートを見たらですね、自分のね、ご飯のためのスーパーでの買い物だっていうようなこともあります。何でもかんでも経費に突っ込めばいいというわけではないので、きちんと精密をするようにしてください。もちろん中にはですね、スーパーで買った、薬局で購入したものもですね、経費となるケースもあります。なのでその方の仕事内容やビジネスのやり方によって経費になる可能性もあります。全てがダメというわけではありません。またこれも多いんですけど、子供服とかですね、そういったレシートや領収書を突っ込んでくる経営者の方います。こちらもですね、よほど特殊な仕事ビジネスをしている方でないと、子供服は経費に該当しない、収入を得るための経費とは言えないことが多いですので、こういったものは入れないようにしてください。そしてこちらも非常に多いです。美容系や健康維持のためのものですね、普段使っている化粧品やスキンケア用品、こういったものは一般のお仕事されている方はプライベートのも
ものとなりますのでお気をつけください。これはですね、よほど特殊なお仕事をしている方、例えば女優業をされているとか、フリーのアナウンサーをしているかとか、まあ、メイクの紹介動画を、ね、しているっていうのは、よほど限られた方が、まあ、一部経費として計上できるかなというものになります。美容系や健康維持系は基本的に厳しく見られますので、NG だというふうに思っていたぐらいがちょうどいいのかもしれません。この美容系、健康維持系、皆さん気をつけてください。それでは次にちょっと怪しいグレーなんじゃないかな、一旦チェックした方がいい項目紹介します。こちら食事代になります。また接待交際費も同じくそうです。これ本当に仕事の方と取引先と食べたご飯なのか、また収入を得るために必要な食事だったのかどうかというようなことが非常に厳しく見られます。ですので食事代、接待交際費、本当に経費に該当するのか、もう一度確認し直してください。そしてこちらも要注意です。売上がゼロの経費、これどういったことかちょっと解説しますと、売上が立つ前にやはりどうしても事前に出費する、また投資をしないといけない、お金をかけなきゃいけないということはビジネスをしている以上あるあるだとは思うんですけど、その投資した額、要は支出した経費がですね、なかなか回収できない、2年経っても3年経っても売上が1円も上がらないとなりますと、それ収入を得るための質じゃないんじゃないかということで否認される可能性もあります。こちらもお気をつけください。そして本当に経費というのはですね、その方の業種やビジネスの仕方によってできるものできないものというのが判断がバラバラになってきます。そして最後に注意点です。同業の体験談は信用しない、鵜呑みにしない方がいいです。これよく自営業フリーランスの方だと飲み会などに行ったりするとあるあるだと思うんですけど、自分はこれ経費にしてるよ、いいんじゃない、大丈夫だよっていう話とか、自分はこれ経費に計上してる、してないのみたいなね話あるかと思うんですけど、これ体験談は鵜呑みにしない方がいいと思います。これどうしてかと言いますと、この計上した経費がですね、税務調査が入って認められるかどうかっていうのはまた別問題ですよね。実際にその人のところはまだ税務調査が一回も入ったことなくてそれを言ってるのかもしれません。そういった面も含めてこういった情報は鵜呑みにしない方がいいというふうに思っておいてください。強い意志を持ってですね、もう一度再確認、本当に経費になるのか確認してから確定申告提出をしましょう。では次に売上の計上のミスによるものを紹介していきます。売上項目もミスです。まず一つ目、これ非常に多いのが売上の手数料の処理をしていないという自営業フリーランスの方多発しています。これどういったことかと言いますと、売上が上がったんですけども手数料を差し引かれて振り込まれるというケースが最近非常に増えてきました。入金金額で処理をしている方が非常に多くてですね、例えば通帳に振り込まれた金額で処理をしていて、その分手数料分の売り上げが漏れているという方が非常に多いんです。これどういったことかちょっとね仕分けを紹介しながら解説したいと思います。こちらです。例えば普通預金に4万5000円入金があったとします。でもこれ実は手数料を差し引かれて5万円の売上だったと仮定します。その場合手数料の処理をしていない、漏れている場合はですね、この支払い手数料5000円というのが入力漏れになっているわけです。そうするとですね、ここの売上高が本当は5万円なのに振り込まれた金額で処理してしまうので4万5000円、要は5000円分売上の計上が漏れているという事態が発生してしまいます。そしてこの支払い手数料がね、数百円とか数千円、また年に数回しかないって方はそこまで大きなね売上漏れにつながらないんですけども、これが毎月何万円何十万円支払い手数料払ってるっていうような取引が出てきてる方はですね、年間の売上がかなり少なく申告してしまうことになりますし、また消費税の確定申告、課税売上高が1000万を超えたら消費税の課税事業者になるんですけど、その数字の合計額も変わってきて、実はここの差額で1000万円超えていたというようなこともあります。しっかりとここチェックしてください。この売上手数料の処理、漏れている方、未処理の方非常に多いですので気をつけてください。さて次に売上項目のミス2つ目、売掛金の計上処理のミスになります。これどういったことかと言いますと、売掛金というのはですね、知らない方、要は売掛金でどういった時に計上するんだろうという方多いかもしれません。これどういったことかと言いますと、年内に請求書を切って年を明けた1月2月3月に入金されるっていうようなパターン、皆さんないでしょうか。この場合はですね、どういった処理になるかというと、年内に請求したものはその年の売上としてカウントしなければいけないんです。なのでこの年内に請求したものを年明けに入金してあるから次の年の売上だろうというふうにカウントをしてしまうとですね、売
上げのミス、要はその分売上が漏れているっていうことになってしまいます。これ専門用語で木ずれと言ったり、まあ、売掛金というふうに言ったりするんですけど、ここもしっかりと計上漏れがないようにしましょう。そしてこの売掛金がですね、数十万ぐらいだったらいいんですけど、ビジネスの取引規模が大きい方は300万400万の売掛金が漏れていたっていうふうになりますと、税額が大きく変わってきてしまいますので、この売掛金の計上、それ非常に重要な項目になっているんです。そして税務調査でも必ず確認をされる項目でもあります。はい、そして3つ目、現金の売上計上漏れです。今のご時世ですね、どんどんとネットバンキングは銀行の振り込みが進んできてですね、ほとんどの仕事がですね、口座預金に振り込まれるため見逃しがちなんです。ちょっと頼まれたということでですね、現金の売上がある場合あるかと思います。現金の売上があるんじゃないか、今一度しっかりチェックしてください。そしてこれはですね、もう言うまでもないんですけど、意図的な売上を隠す、要は売上が本当があるのに何ふりをするというのは脱税行為ですので、絶対にしないようにしましょう。はい、それでは次に税金の処理ミス、これも非常に間違えている事業フリーランスの方多いので、しっかり見ていきましょう。こちら税金の処理ミスになります。これどういったことかと言いますと、経費になる税金とならない税金があるんですね。これを非常に間違えてる方多いです。私も顧問先の経理をチェックすること多いんですけど、もうねずっとやっているので、やっぱり間違える方非常に多いです。これは所得税と住民税の支払いを経費になると勘違いをして計上していることがミスの要因です。これを租税効果で処理している人が非常に多いんですけど、所得税と住民税は自分のプライベートの税金の支払いとなりますので、経費になりませんので、経費に計上していると間違っている、要は経費にならないものを経費として計上しているので、税金額が変わってきてしまいます。では経費になる税金はどういったものがあるのか、次見ていきましょう。こちらが経費になる税金になります。消費税と事業税になります。これはですね、仕事をしている、ビジネスをしているがゆえに消費税が発生する、事業税が発生するというふうになりますので、経費に計上が可能です。これは租税効果という勘定科目を使って処理をしてください。このように経費になる税金とならない税金がありますので、皆さん今一度所得税や住民税を租税効果、経費に計上してないかというのを再チェックしてください。そして次3つ目、これもたまにあるんですけど、一応紹介をしておきましょう。国民健康保険と国民年金の支払いを経費にしている方、これも実は一定数いらっしゃいます。皆さんしっかりとですね、今一度なっていないか確認をしましょう。この国民健康保険と国民年金はですね、経費に計上するのではなく所得控除の方で使います。なので経費にも計上していて所得控除もしてしまうと二重計上になってしまいますので、これもミスの要因となりますので修正せざるを得ないということになります。今言ったように経費になる税金とならない税金、そして国民健康保険や国民年金、今一度しっかりと見直してから確定申告の方提出するようにしましょう。では最後、その他あるある皆さんがしやすいチェックポイントをピックアップしましたので、次のスライドで紹介します。はい、こちらその他注意点ということでピックアップします。まず1つ目、現金マイナス事件。これもよくあるあるだと思うんですけど、これの要因って自分の仕事とプライベートのお金の出し入れをですね、帳簿につけてない、経理に計上してないってことがほとんど大きな要因となっていることが多いです。現金がマイナスで終わるということは現実問題ないことです。経費の支払いができないってなるので、現金がマイナスになっている方はですね、どこかしら何かが間違ってる、また過去のところからですね、もう間違ってるって可能性が高いです。今一度チェックしましょう。そしてこちらもお気をつけください。経費の二重計上事件ですね。これ現金の方でレシート領収書を入れて経費を入力してるとありがちなんですけど、実はレシートのところにカード払いってあるものあるじゃないですか。でもパッと目の見た目は一緒なんですよね。同じレシートで小さくカード払いっていう風な表記がされているがゆえに、現金で経費を入力するときに間違えて計上してしまって、またカードの明細書からもですね、経費に入れてしまうと二重に計上してしまうことになります。これも経費の二重計上、非常に多いミスになりますので、今一度確認しましょう。次、予定納税の計上忘れ事故ですね。これ予定納税というのは、前もって所得税の税金を前払いしてるんですけど、その予定納税の金額を入力忘れて払ってしまうと自分が損をしてしまいます。こちらのミスはですね、おそらくエラー項目が出て税務署の方が電話して確認をしてくれるとは思うんですけど、 100% 確実にね、しっかりとそこまで確認してくれるかっていう保証はありませんので、ミスのないようにしっかりと抑えましょう。
そして最後、源泉徴収の集め漏れ事件。これビジネスしている方、個人事業主をされている方で企業からのお仕事をもらっている場合、源泉徴収をあらかじめされているっていう方がいらっしゃるんですね。これ全員ではないんですけど、源泉徴収をされているって方はですね、全ての源泉徴収票を集めないと自分が損をすることになりますので、しっかりと全ての源泉徴収票を集めましょう。例えばね、10枚あるところですね、6枚しか手元にないからこんなもんだっけっていう風にしてしまってですね、もう厳選して、要は相手先がすでに所得税を納めてくれているものを自分の確定申告に記載できないという風になりますので、しっかりとどの仕事が源泉徴収されているのか、そして源泉徴収票手元に届いているのかいないのかもしっかりと合わせてチェックしてください。これもらえない場合はですね、問い合わせをして送ってもらうようにしましょう。その他あるのはもう、あとは減価償却の計算ミスとかですね、そういった細々としたものはたくさんありますが、今回の動画では皆さんがよくやりがちな提出前にもう一度見直した方がいいよっていう内容をまとめさせて動画にさせていただきました。はい、今確定申告シーズンということで、確定申告内容の動画たくさん出してあります。こちらのもの、過去動画のものもたくさんありますので、ぜひ一度過去動画も遡ってですね、見ていただけると嬉しいです。私は税理士川南のオンラインサロンを運営しています。 Facebook の非公開グループで運営をしていますので、皆さん興味のある方、概要欄から詳細飛べるようになってますので、ぜひ入会ご検討ください。メリット4つあります。24時間税理士に質問することができることです。質問と相談を文章で投稿することで、私がまた文章でお答えしますので、イメージとしてはチャットで相談できるというようなイメージを持っていただけると分かりやすいかなと思います。2つ目、メンバー全員起業家ですので、情報共有ができるということで非常に好評です。3つ目、平日私が毎日ビジネスに関すること、 SNS の裏側など記事を投稿しています。この記事の購読権利が3つ目のメリットになります。そして4つ目、メンバー限定のズームサロンを定期的に開催しています。このズーム会議に参加できるのはサロンメンバーのみの特権となっております。この4つのメリットありますので、ぜひ入会の方お待ちしております。はい、私の YouTube チャンネルとうとう20万人を突破しました。まだチャンネル登録してないって方、今更ぜひ登録の方お願いします。またいいねやコメントいただけると励みになります。高評価ボタンもぜひ皆さん押してください。ビジネス書2冊出版してます。こちらのビジネス書 Amazon Kindle 版ありますので、ぜひよかったらチェックの方お願いします。はい、というわけで本日の動画も最後まで見てくださってありがとうございます。確定申告シーズンということで、提出前にもう一度見直しておこうということで、少しでもミスを防げたらいいなという思いで本日の動画作成させていただきました。皆さん、自営業フリーランスの方がやりがちなミスになります。もちろんこれ以外にもですね、様々なミスあるんですけど、まあいろんな確定申告書を見ていて多いかなと思うものを本日ピックアップさせていただきました。それでは今後も自営業フリーランスに役立つ動画出していきますので、 YouTube のチャンネル登録の方してお待ちください。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。